サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。ピッチが照明灯により照らされています。エキシビションをお送りします。浦和レッドダイヤモンズ対ジェフユナイテッド市原。まもなく始まります。解説は松木安太郎さんです。こんばんは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくです。両チームピッチに散りました。まもなくキックオフです。ホームの浦和レッドダイヤモンズ、スターティングイレブンは滝田、ボリ、ブックバルト、山田、堀、広瀬、土橋、福永、バイ、福田、岡野、続いてアウェーのジェフユナイテッド市原、下川、鈴木、武藤、真中、サンド、秋葉、広山、エジ、ハセ、マスロバ、ジョー。レッズの調子はどうでしょう。試合前のコンディションはまあまあでしたね。なるほど。スピードに乗ってドリブル突破、これはものにしたいチャンス。左サイドに流して、いい判断ですよ。マスロバ、そしてコーナーキックです。さあ、セットプレー大事にしたいですよね。はい、どうでしょうかね。落ち着いてますね。バイン、チェック厳しい。福田、これはチャンス。フェイント、ナイスチェック。カロー来てクリア。中央突破は難しいですね。ジョー、フェイント、いいボディバランスですよ。マスロバ、ナイス切り返し。本戦です。献身的なプレー。タッチラインを割りました。土橋、チャンスをものにできない。いや、危なかったですね。右サイドから上げた。ここでヘッド、クリア。ジェフの調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日も最後まで頑張る必要があるでしょう。ええ、奪った。岡野、ここはこらえてほしい。ナイスディフェンス、大きく蹴り出しました。まだチャンスはありますよ。エジ、大きくクリアした。本戦です。ロングクリア。中央突破は難しいですね。マスロバ、攻めてますね。グラウンダーで流した。ディフェンダーの壁は厚かった。ジョー、前方から激しいアタックだ。パスをつないでチャンスを伺います。福田、追いつけない。フェイント、シュート、ゴー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 。福田、素晴らしい。レッド先制のゴール。歓喜の渦のサポーターたち。さあ、気になるシーン見てみましょう。キーパーの動きをよく見てました。ですか。まだ1点じゃないと思うね。ですね。レッド、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。そうですね。広瀬、前方から激しいアタックだ。ジョー、土橋、ジェフ、ファールです。今のは仕方ないですかね。大丈夫でしょうか。イエローカードですか。まあ当然でしょう。さあ、レッズセットプレーです。これはいいところのフリーキックですよ。ハシェック、身を挺してのヘッド。もうちょっとスピードが欲しいところです。福永、秋葉、チェック厳しい。献身的なプレー。ナイスチェック。チャンス、チャンス、チャンス。ボリ、チャンスをものにできない。こ
ここから早いですよ。素早いプレス、一人で持ち込む、アーリークロス、クリア。これはいけませんね。ジョー、今のは仕方ないですかね。痛んでいます。レッズフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。エジ大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。ジェフの動きはどうでしょう。動きはあまり良くないですね。ええ、本戦です。バイン奪い返した、シュート、よく反応した、大きくクリアした。広瀬、前方から激しいアタックだ。パセ、土橋、スピードに乗ってドリブル突破。ここはこらえてほしい。左からセンタリング、いい判断ですよ。堀、動きがいいですね。堀、奪った。マスロバル、山田、ディフェンダーの壁は厚かった。ジェフは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ですね。チェック厳しい。福永、どこに展開していくのか。ナイスチェック。マスロバル、苦しくなりましたね。素早いプレス、カロー来てクリア。岡野、マナキ、どこに展開していくのか。パスを回してますね。体の使い方がまずいですね。ここで笛です。前半終了、1-0、レッズリードで後半を迎えます。この調子でいってほしいですね。さあ早く追いついてほしいですね。ええ、レッズですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。マナキ、岡野、前方から激しいアタックだ。献身的なプレー、攻めてますね。チャンスをものにできない。次につなげたいですね。クリア、チャンス、チャンス、チャンス。大きく蹴り出しました。さあ速攻か。広瀬、岡野、チェック厳しい。マスロバ、山田、大きくクリアした。ナイスチェック、いいパスだ。サント、ロングクリア。ここから早いっすよ。岡野、レッズの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ですか。広瀬、本戦です。とにかく攻めたいですね。ですね。これはものにしたいチャンス。グラウンダーで流した。ディフェンダーの壁は厚かった。ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。パセ、華麗なパスワーク。ジョー、いいボディバランスですよ。カロー来てクリア。次につなげたいですね。パセ、波状攻撃か。土橋、中盤でボールを回しています。スピードに乗ってドリブル突破。パセ、ジョー、サイドチェンジ。福永、献身的なプレー。レッズのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。なるほど。
クロスのセンタリング、ヘディング。キーパーいい判断ですよ。体の使い方がまずいですね。スピードに乗ってドリブル突破。エッジ。山田。いい形だ。さあ行きましょう。パスをつないでチャンスを伺います。高い運動のフェイント、この動きは読まれていました。守りに入ると押し込まれますよ。ですか。ジョージェフのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですね。ブックバルト、ナイスチェック。チャンスをものにできない。いや、危なかったですね。サイドをえぐってきます。右サイドから上げてヘディング、よく反応した。フェイント、スピードに乗ってシュート。山田クリア。福田、この動きは読まれていました。パセ、追いつけない。堀、ディフェンスが集中しないといけません。そうですね。明らかにミスキックです。大きく蹴り出しました。まだチャンスはありますよ。ちょっとボール持ちすぎですね。なるほど。レッツ一糸乱れぬディフェンス、さすがですよ。これがプロでしょう。ええ、パス、ナイスディフェンス。パスミスか。大きくクリアした。ディフェンダースルーパス、ロングクリア。中央突破は難しいですね。パスを回してますね。ジョー、ボリ、ディフェンダーの壁は厚かった。もうちょっとスピードが欲しいところです。秋葉、いいパスだ。ハシェ、動きがいいですね。ロスタイムに突入しました。体の使い方がまずいですね。ですか。ボリ、1対0レッズ勝利です。今日の試合振り返ってみていかがですか。最後まで緊迫したいいゲームだったと思いますよ。ですね。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、次の試合でお会いしましょう。こんばんは、トリーです。今日のエキシビションマッチどうなりましたでしょうか。ありましたが、相手チームを下しました。決して相手チームの動きも悪くはなかったのですが、両軍よく戦いました。おやすみなさい。